こんにちは、シンガーソングライターの飯田まさきです。今日はですね、この今流れている音楽、僕のオリジナル楽曲の、流星群っていうね曲なんですけど、この曲をね BGM にしながら手首を使え、ギターのコードストローク上達のコツというお話をしていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。こう弾き語りでライブをする時とかね、まあライブじゃなくてもいいんだけど、まあ弾き語りをする時ね、する時にこうギターの伴奏がうまくいかないんですよとかあると思うんだけど、まあ、僕自身が実際そのギター始めたばっかの頃、それがね、うまくいかって歌になんか集中できないよと思って、歌うだけでもまず大変なわけじゃん。でもこう、ギターの伴奏がちゃんと、なんか、弾けないから、歌に集中できないなーって、それはもうね、かなり苦労しました。で、ギターの伴奏ってこう、基本的にはさ、コード、まあ、こう、和音だよね。をさ、こう、ストローク。って弾くことが多い。まあ、よくギターをジャカジャカ弾くなんて言うけどさ、ね、こうジャカジャカ弾くとか言うけど、これコードストロークって言うけど、これすごい簡単そうに見えるよ。くやってんじゃん、こうみんなギターの弾く真似とかで、ね、簡単そうに見えるんだけど、これちゃんと弾くのは結構難しいなと思います。で、まあしっかりこうちゃんとリズムをとってね、強弱、メリハリをつけていくのは、本当にね、難しいなと思うんだよ、今でもね。思うんだけど。で、コードストロークってすごい奥が深い世界なんだなと、思います。そう。で、今日はね、このじゃあコードストロークあんまうまくできないんだよって人のために、ね、上達するコツとか、話していけたらなと思います。じゃあ、まずね、コードストロークのコツというか、まあ一番大事なこと何なのかっていうと、やっぱこう、ギターっていうのは、まあこう、メロディーをさ、なんか弾いたりっていうのもそうだけど、こう、コードとかでね、ちゃんとこう、コードも弾くこともできる、メロディーも弾くことができる、っていう、まあリズム楽器でもあるってことなんだよ。だから、まあ弦楽器だけど、普通にただこう、とこうなんか弾いてるけど、これって要は、リズムも、っていうリズムが入ってるわけじゃん。だからこのリズム楽器でもあることをちゃんと意識するってことなんだよね。で、それやっぱコードストロークってやっぱこのリズムが命だって言われるけど、本当にそうだと思うし、こう何をじゃあ意識したらいいかっていうと、音を伸ばすとこはちゃんと伸ばすってことだね。こう伸ばすとこはしっかり伸ばす。で、音を短く切るとこはちゃんと短く切るとか、あとはこの強弱なんだよね、やっぱ大事なのって。なんかこうずっとさってやったらもうなんかずっと一本調子なんじゃなくて、まあちょっと大げさにやってみたけど、もう本当にこうダーンちょっとダッツダッツダッツダッダーンみたいな、自分の中でそういうイメージを持ってやるとすごくいいと思うんですけど、このやっぱ一定の強さじゃなくてね、強弱をちゃんとつけるっていうことなんだよね。やっぱ本当にギターが上手い人っていうのは、やっぱ強弱が本当にね、上手いなぁと思うんだよね。で、そうやって今みたいにコードストロークやっただけでやっぱ、なんかただコードストロークやっただけなんですごいかっこいいみたいな、あるんだよ。で、やっぱしこの強弱の振り幅が大きいから、リズムがね、やっぱね、こうしっかり際立つ、弾けてるんだよね。そう。だから本当に今何回も言うけど、コードストロークはリズムが命だって。まあ僕も未だにそれ、意識しながら自分に言い聞かせてやってますけど、すごくそこが重要だと思います。じゃあコードストロークはどうやって弾くのかっていうと、手首のこう脱力っていうのと、腕をこう振り抜く速さっていうのがすごく重要で、じゃあまず手首の脱力ってどういうことなのっていうと、まあこれよく言うけど、もうさ、手を洗ってこう水を振り払う時の感じでやってくださいとかよく言うんだよね。でもこれって、まあ結構的を得てるかなとは思うし、やっぱし硬くなっちゃうこと多いと思うね。どうしても力が入って。ってなっちゃうと、やっぱこう、難しいというか、すごい硬い音になっちゃうんだよ。から、本当にこう、力が入ってない、ほぼ力が入ってないぐらいの方が、やっぱしね、いいと思いますね。だから本当に、不自然じゃないぐらいに、
脱力してというか、あんまりもうブラブラすぎると意味わかんなくなっちゃうかもしれないけど、本当に自然な力でやるといいと思います。はい。で、腕を振り抜く速さ、これはね、実際僕がギターを教えてもらった人っていうか師匠みたいな人がいるんだけど、その人に教えてもらったことがあって、こうやっぱさっき言ったみたいにこう結構力んで弾いてたんだと思うんだよね。で、力強く弾きたいところ、バーンって弾きたいところを、やっぱし、なんていうかな、こう、力強く、みたいな感じでやってたんだよ。まあ、これはこれで別に悪くないけど、やっぱしこう、なんていうかな、ギターで強い音、大きい音で弾きたいときっていうのは、強く弾いちゃダメなんだよって言われて、その師匠にね、腕を振り抜く速さで、音を大きくするんだよって言われたの。でもそのなんか、いや力強い音が欲しいんだから力強くガッて弾くだろって思ってよく分かんなかったんだけど、まあ実際そのアドバイスしてもらってからね、ちゃんと意味が分かった10年ぐらい経ってからなんだよね。もうなんか、かなり遅かったです、意味が分かるのは。でも今分かるのは簡単な話で例えると、例えばなんだろう、ゴルフボールをさ、こうクラブで打つ時をイメージしてもらうといいと思うんだけど、まあ俺ゴルフやったことないんですけどね、ないんだけど、イメージしてね、やったことない人も。こう、クラブをじゃあ早く振り抜いたら、ボールもさ、こう、早く遠くへ飛んでくっていうのは理解できるじゃん。っていうのも、やっぱコードストロークもそれと同じってことなんだよね。じゃあこの、大きな音を出したいんだったら、強くガーンって弾くっていうよりも、やっぱこう、振り抜く速さ。やっぱこう、ゆっくり、ガーンってやるんじゃなくて、こう、この速さなんだよ。この速さで、パーンって軽やかに出す感じかな。力まない。あんまりこう、なんかこの動画で伝えるの難しいんだけどさ、本当に力まないで、こう、振り抜く速さ。で、勢いの音で出すってことで、こういう速さでいくっていうことがすごく、大事です。で、なんていうかな、こう、一番わかりやすく言うと、まあ要はさ、ギターって弦をこう振動させて、ボディがこう響かせて、ボディを響かせて音を出すっていう楽器だから、基本的には。からやっぱこの、弾いた時にも弦の振動を妨げないってことが大事なんだよ。だからガーンってやってると、やっぱし、力がこう、かかりすぎちゃって、振動が死んじゃうっていうとこなんだよね。そう。だから、まあまあまあ、さっき言ったように早く振り抜く。腕をとにかく早く振る。っていうのが、これ力全然入れてないんだけど、こういう速い力強い音が出るのも分かると思うんだけど、すごいやっぱね、振り抜く速さ何度もいけばが大事です、脱力とね、っていうことかな。で、まあ今回の話を簡単にまとめるとね、まあコードストロークっていうのは、まあ、リズムがやっぱ命っていうのと、音を伸ばすとこはしっかりと伸ばす、で短く切るとかね、ちゃんと切るっていうことと、あとやっぱ一定の強さじゃなくて、こう強弱をねつけるっていうことだね。で、手首は脱力しましょうっていうのと、腕を振り抜く速さで強弱をつけようっていうことだったよね。で、もう何年もこうギター弾いてますけど、やっぱしね、こう簡単そうにね、コードストロークすげえ難しいなと思います。で、やっぱやればやるだけ発見があるなって今でもね思うしね、もっと頑張ろうって思います。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、自分の曲作ってみたいと思いませんか？結論から言うと、作ります。僕がこの10年間以上の音楽活動の中で、時間もお金も使って学んできたことを、全15話合計70分の、動画コンビの中にギューッと凝縮して、無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えば、まあ、シンガーソングライターに憧れてるんだけど、どうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターコードって難しくてちょっと抑えるの、っていう人とか、ギター、まあ、少しは弾けるけど、ちょっと表現力に自信がないんだよね、とか、いう人とか、作詞、してみたいんですけど、どうやってやっていいかわからないですっていう人とか、曲作ってみたいけど、どうやっていいのかわからないなーっていう人とか、
あとはもっと気軽にね、自分の曲を作ってみたいんだけど、私なんかできるのかなとか、僕なんかできるのかなっていう人とかね、あとは自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはね、ぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけど、お金は1円もかからないです。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうとこをこうピッて押してもらうと、ふーんって出てくるんで、そこのリンクを押してもらってメールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと第1話が届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、三角のマークみたいなのこうあると思うので、それピッて押すとやっぱりそのリンクがね、さーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって登録してもらうとすぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでもどちらでも見れるので、ぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田まさきでした。いや、動画講義の中で会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね。